出口春秋は、日本の実業家である。ライフネット生命保険株式会社創業者。現在は、立命館アジア太平洋大学学長。三重県生まれ。1948年30県一市群に杉村、生まれ。三重県立上野高等学校、京都大学法学部卒業。 大学卒業後の1972年に日本生命保険相互会社に入社。経営企画を担当として企画部や財務企画部に所属し、また生命保険協会で財務企画委員の初代委員長として金融制度改革、保険業法の改正に従事。ロンドン現地法人社長、国際業務部長などを経て、 2006年58歳の時に同社を退職。同年、生命保険準備会社であるライフネット企画株式会社を設立し、代表取締役社長に就任。2008年の生命保険業免許取得に伴い、ライフネット生命保険株式会社を開業。2013年に社長職を岩瀬大輔に譲り、自らは代表取締役会長に就任。 2017年6月に取締役を退く。著作も多く、人生を面白くする本物の教養はベストセラーとなった。2018年1月に立命館アジア太平洋大学第四大学長に就任した。同大学初の民間室の学長となる。物事を判断するときに縦横、つまり昔は、 どうだったかと、世界はどうかということをまず見る。縦で見れば、日本の伝統は、平安時代を見れば明らかなように、夫婦別姓。横に見れば、法律婚で、夫婦同一の生とすることを強制している。先進国は日本のみ。導入しない理由がなく、どうして、夫婦別姓法案を通すことが簡単にできないのか、とても不思議。と述べている。ありがとうございます。